はいどうも、ガキです。今日の主役だね。はい。で、なんかね、土曜日に頼んでたはずなんだけど、なんか届いたんだよね。はい。ニャオハ。これ多分ね、ホゲータ、クワス、ニャオハの3択なんかランダムで来るんだろうけど、ナオハ、ニャオハでした。ちょっと開けます。早くプレイしたいから。開けちゃうよ。あ、ニャオハ。あ、ニャオハ切っちゃった。ごめん。あ、切っちゃった。開くかな。よいしょ。あれ？どうなんだこれ。あ、ここか。あ？あ？何これ？ちょっと横回ってるか。ちょっと待ってね。いつもとね、違う場所なんだ。ちょっと事情で、いつもと違う場所でお送りするんだけど、いつもの台所みたいなとこ。あ？何これ？おう。これから冒険に出る君たちへ？これ君だけど。はい、お！あ！え？何これ？かわいい。え、あ、で、これ見てほら、スカーレットある。おあ、こういう感じなの。あれ待って。映しちゃダメだな。あ、映していい。お、納品書だ。あ、多分、映していいけど、いいわ。スカーレットと、あと、シークレットアートブック。ん？何これ、スカーレットアートブックだ。と、あと、プロモピカチュウと、ポテセンオンラインオリジナル予約記念カードと、で、箱と、で、手数料とかいろいろ。だね。おあ、これか。ああ、やったー、マジでこれ。あっち、おい、みんなもさ、これ、え、これパッケージ版買った方がいいだろうか、絶対。え、ダウンロード版やってる人もったいね。え、これ、今さ、大勢のさ、なんか実況者の人がさ、なんかプレイしてるけど、え、もったいな。こっちの方がいいじゃん。取れない？え？取れない？ちょっと待って。失礼。来ないぞ。みんなをやってくれ。あ、なんかね、ちょっと待って。そう。なんかね、ほら見て、なんかちょっと汚れてる感じっていうのかな、なんかさ、昔からある感じ、すごいわ。これ古来だからかな。これ、ほらなんかこの辺ね、ほら消えかかってる感じ。塩だと思うんだけど。これあれかな、なんだっけ、バイオレットの方だと、あれなのかな、ちゃんとしてるやつかな。待って、読める。読めない。アートブックら辺はなんとなく分かれちゃうから。けど、分からん。なんか下ある。下これちょっと流すね。ちょっと待って。なんかね、箱すごい。これ何これ？あ、なんもねえわ。なんもねえ、厚底ブーツ。こん中に全部挟んでるんだけどね。アートブック取れない。ちょっと待って。え？ちょっとあんまり扱いたくないんだよな。どっかが、なんか、いい感じに取れないかな、これ。ちょっと曲げるか、でも。アートブック。おし、取れた。ちょっと待って、アートブック。開けたら、ちょっと下からピカチュウ、こんにちは、した。おー。プロモピカチュウ、ちょっと取れない。なんか裏にカードは、これが早期購入した特典か。出せんわ。ちょっと開けたくないからさ、あ、でも、ピカチュウとは別なのかな。あ、待って、なんか出せるわ。ちょっと待ってな。見てほら、めっちゃ可愛い。俺、絶対大事にする、もうこんなの。めちゃめちゃ大丈夫、こんなに。集合しながらさ、すごい痛い。お、あ、かわいい。みんなどれにしたって感じ。もうホログラムだね、ほら。綺麗。いや、俺ね、ホリエータがいいかな、やっぱ。なんかね、もうぶっちぎりとなんかいろいろ見ちゃったんだけど、やっぱホリエータかなって。いや、これ見て、このアホそうな顔、俺大好きだわ、もうマジで。で、これと、あと、スカーレットアートブックだね。いや、でもこれはね、さすがにちょっと中身見せるのあれだから、ちょっと自分で見ときます。で、もし、中身見たかったら、まあ皆さんもね、ぜひ買ってくださいとのことで。あ、でも早期購入した特典だから、届くのかな？わかんない。どうなんだろう。で、まあ、機会があったら、見せるかもしれないけど、大半の人はまあ見れると思うんで、皆さんぜひ買ってください。というわけで、僕は今から、旅に出ます。いやでもね、なんかね、動画やりたい気もするんだけどね、やり方わからんから、ちょっと迷い気味ではある。なんで、まあ、やるとしたら、まあ、途中からのプレイになるかもしれないけど、よろしくお願いします。ってことで、冒険の旅に、レッツゴー！